アルゼンチン赤エビは、クダヒゲエビ科に属するエビの一種。体長は、約15から20センチメートル、75グラム。全身の赤い色が特徴。南米アルゼンチン南部の深海に生息する。別名は、パタゴニアエビ。本種は、南米南東部、大西洋の南西部、特にパタゴニアに生息する。生息域は、大西洋沿岸の南位20度。 ブラジルエスピリトサント州からウルグアイ近海を経てアルゼンチンサンタクルス州の南位50度付近に分布する。かつてパタゴニアの個体群は単一の個体群とされていたが2012年に3つの地域群に分かれていると提唱された。シノニムは以下の通り。本種は南西大西洋における主要漁獲品種の一つで、 アルゼンチンでの漁獲量は年1万2000トン前後である。近年トロール量により妖精の乱獲や多魚種の混獲が問題となっており、サンホルヘ湾では本種の漁獲量キロあたり1.29キログラムのメルルーサが混獲された。刺身や塩焼きなどの基本的な料理から凝った料理まで比較的調理法を選ばない。トロール船によって漁獲後、船上で 0下20度以下に急速冷凍後輸送される場合がほとんどのため、刺身用途に売られるなど鮮度を生かせる場合が多い。解凍後、爪楊枝で背わたを取り除いてから食す。ありがとうございます。